姿勢ガイドのコーナーです。今回は危機管理部防災室から、いざという時に備えて津市耐震化事業についてをお送りします。皆さんこんにちは。皆さんは近い将来に発生すると言われている東海、東南海、南海地震に備えて準備は万全ですか？大地震が発生した時に被害を最小限に抑え、落ち着いた行動をするためには日頃からの備えが重要と言われています。今回の姿勢ガイドではこうした大地震への備えについて津市危機管理部防災室小菅さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。大地震への備えというとどのような対策がありますか？はい、大地震に備えた対策としては、地震が起こった時に建物が倒壊や損傷することを防ぐため、建物の強度を上げるなどの耐震補強を行っておくこと、市からの緊急情報を取得する方法を確認しておくこと、避難場所や避難経路などを事前に把握しておくこと、非常持ち出し品を準備しておくことなどが挙げられます。特に建物の地震対策については、過去の大地震の際の被害状況を見ても非常に重要な対策です。今回は建物の地震対策に関して市が行っている事業を中心に説明いたします。建物の地震対策と言われてもピンとこないんですが、具体的にどのようなことを言うのでしょうか？はい、建物の地震対策には補強工事により建物自体の強度を上げて壊れにくくすることや、タンスなどの家具が地震の揺れで倒れてこないように固定することなどが挙げられます。市ではこのような建物の耐震化を実施する方に対して費用の一部を補助するなどの耐震化事業を行っています。今から木造住宅耐震診断等事業、木造住宅耐震補強計画事業、木造住宅耐震補強事業、家具等転倒防止対策事業、耐震シェルター設置事業の5つについてそれぞれ条件がございますので順にご紹介いたします。なお広報図5月1日号7ページも合わせてご覧ください。ではまず木造住宅耐震診断等事業について説明します。これは昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に無料で耐震診断を受けていただける事業です。診断方法は専門家がご自宅に伺い、外観だけでなく場合によっては天井裏や床下などを調査し耐震診断を行います。また天井裏や床下などを調査させていただいた場合、普段見ることのできない部分の場所の説明やシロアリの確認などもできる良い機会となります。なるほど、細かなところまでチェックをしていただき無料で我が家の安全を確認できるというのはとてもいいですね。皆さんにもぜひご利用いただきたいですね。そうですね、ご自身の住宅が対象になるのか対象外なのかご不明な方は危機管理部防災室電話 229-3104 にご相談ください。耐震診断を行った結果評点が 0.7 未満と診断された住宅については、大地震の際に被害を受けないためにも住宅の耐震補強工事の実施をぜひご検討ください。0.7 未満とは具体的にどのような評価なんですか？はい、総合評点が 0.7 以上 1.0 未満で倒壊する可能性がある、総合評点が 0.7 未満で倒壊する可能性が高いと評価されます。続いてこの耐震補強工事の実施に必要な補強計画書の作成と計画書に基づく補強工事のそれぞれに要する費用に対しての補助事業である木造住宅耐震補強計画事業と木造住宅耐震補強事業について説明します。まず木造住宅耐震補強計画事業とは、耐震診断で 0.7 未満と診断された住宅の評点を
1.0 以上とするため補強計画書の作成を行う方に対する補助事業です。補助金額に関しましては設計に要した費用の3分の2で最高16万円となります。次に木造住宅耐震補強事業とは、耐震診断で標点 0.7 未満と診断された住宅を標点が 0.7 以上となるよう補強工事を行う方に対する補助事業です。補助金額に関しましては要件によって異なりますが最高120万円となります。なおこの補強工事に対する補助についてはこれまで世帯全員の所得の合計が1ヶ月あたり31万3千円以下、世帯全員の年齢が60歳以上、障害のある方と同居のいずれかに該当することとしていた対象者要件をこの6月から撤廃いたしました。ということは今後津市に住民登録のある対象住宅の所有者の方であればどなたでも木造住宅耐震補強事業の補助金制度を受けていただくことができるということですか？はい、その通りです。なお対象住宅とは実際に居住している昭和56年以前の3階建て以下の木造住宅かつ耐震診断の結果標点が 0.7 未満である木造住宅となります。ただしこの木造住宅耐震補強計画事業と木造住宅耐震補強事業は設計工事が12月までに完了する見込みのあるものに限りますのでご注意ください。続いて家具等転倒防止対策事業について説明します。これはご自宅の家具などの転倒防止に対する補助金で市内在住の方であればどなたでもご利用いただけます。ただし取り付けに関しては耐震に関する講習を受けた専門の方などに取り付けていただく必要があります。補助額は材料費など取り付けに要した費用の10分の9で最高1万円となっています。住宅の耐震補強工事のような大掛かりで高額なものではなく簡単にできる地震対策なのでぜひご利用ください。最後に耐震シェルター設置事業について説明します。耐震シェルターとは住宅の全部を耐震化するのではなく建物が倒壊した場合でも一定の空間を確保することで居住者の命を守ることができる構造物となります。こちらは昭和56年5月31日以前に建てられた診断結果が 0.7 未満である木造住宅の1階に市が指定するシェルターをこれから設置される方が対象となります。このシェルター設置に対する補助金においても6月から世帯全員の所得の合計が1ヶ月あたり31万3千円以下とする対象者要件を撤廃、対象者要件の障害のある方と同居の障害のある方の範囲を拡充、市が認める耐震シェルターを設置する場合にあっては設置費用の3分の2最高25万円まで補助しておりますが、三重県型の耐震シェルターに限っては設置費用の3分の2最高40万円まで補助とする以上の3点を変更しました。今後は津市に住民登録があり対象住宅に居住されている方で世帯全員の年齢が65歳以上もしくは障害のある方と同居のいずれかの要件を満たせば耐震シェルター設置事業の補助金制度を受けていただくことができます。なおそれぞれの補助事業には募集件数に限りがありますので皆様お早めにお申し込みください。はい、わかりました。それぞれ必要条件に応じて補助金が交付されるわけですね。皆さんもこれらの制度を活用していただき耐震化に取り組みましょう。大地震への備えに関して耐震化事業の他に市で行っていることは何かありますか？はい、冒頭で説明しました市からの緊急情報を取得する方法に関しまして市では災害が予想される時などに市民の皆さんにいち早く正確な情報をお伝えするために同方系防災行政無線を整備しました。これは市内486箇所に設置した屋外スピーカーから
サイレンや音声で緊急的な情報をお知らせするものですが、こうした屋外での放送以外にも防災情報メール配信サービスをはじめ、さまざまな方法で緊急情報などの提供を行っています。防災情報メール配信サービスとはどんなものなんですか？はい、防災情報メール配信サービスとは、同方系防災行政無線で放送した緊急情報などを皆さんがお持ちの携帯電話やパソコンにメールで配信するものです。このサービスは事前にメールアドレスをご登録いただく必要がありますので、この番組をご覧の皆様もぜひこの機会に携帯電話などでの防災情報メール配信サービスのご登録をお願いします。携帯電話で登録を行う場合、まず市役所8階危機管理課および各総合署の窓口に設置してある防災情報メール登録のご案内のチラシに掲載している QR コードを読み取っていただくか、津市の携帯用ホームページにある案内ページから登録用画面にアクセスして、画面の指示に従い登録作業を行ってください。登録作業の最後に空メールを送信した後、登録完了通知メールが届いたら登録は完了です。なお、この完了通知メールが届かない場合は迷惑メールフィルターが有効にされている可能性がありますので、設定の変更などを行うようにしてください。わかりました。いつ起こるかわからないと言われている地震や災害に備えて、私たちは日頃から準備をしておく必要がありますね。またいざという時に備えて、自宅や身の回りに危険な場所がないか確認しておくことも大切ですね。今回の内容についてご質問ご不明な点は、危機管理部防災室電話 229-3104 または危機管理課電話 229-3281 へお問い合わせください。